ね、ありますよね。はい、こんにちは。今日は、パシフィコ横浜で開催されているヴィンテージマーケットがあるみたいなので、ちょっと行ってきたいと思います。で、結構日本最大級のヴィンテージマーケットの祭典ということで、まあ、いろんな古着だったりとかもう家具もあるみたいなので、ちょっと楽しみに行ってきたいと思います。はい、行ってきまーす。デニム。なんかスウェットとかある。チャンピオン。うん、チャンピオン。リバースウィーブ系じゃない？お、見て、ハーレー。おー、ワッペン付き？ワッペン付き。オレンジスウェット。いらない。うわ、いいね、これ。後ろもね。ちょっと待って。ちっちゃい。うん、ちょっとちっちゃいと思う。あ、そうだね。うん。ゲット。下くもりで、後で。
怖いな。マーベめっちゃいいっすよね、これ。めっちゃいいっすよね。かわいい。7800円いいね、これ。これ XL なんだ。買える？買える。かわいい。なんか好きそう。サイズ感はいいよね。色もいい。ちっちゃい。これ XL だ。いいんじゃない。俺が選ぶ。ちょっと丈はいつものやつが短いかもしれないけど。ブテロでしたっけ？一回買ってます。あ、ブテロ、はい。いいね。あれめっちゃ、うん、いいっすよね。いいね。取った。あれ、ただね。あれめっちゃかっこいいね。置けないね。いや、悪い。ああ、で蓋ついてる方がいいんじゃない？持って帰れないんだけど。え？持って帰れない。配送とかもできますか？ああ、そうなんだ。ちょっと大きいやつ。でも蓋ついてない。また、一階の方に、ね。またなしなんですよ、ね。はい。これとこれは一応スタックはできるんですよ。ああ、なるほど。どこまではちょっと受けできない。また回ってきます。はい、あいた。みゆです。はじめまして。いつもお世話になってます。こちらこそいつも見てます。りょうさんのね、奥さんには何回か会ってんだけど、そうそう、公園通りで偶然見かけられるっていう。確かにストーリー見てます。そうそう。なんかいいのあった？このダウンジャケット買ったのと、メーマーみたいなやつ買って、あとなんかバドワイザーのカエルティ。なんか CM あったよね、昔こういうね。ありますよね、うん、なんかね、結構こっち側がヴィンテージティーが多い感じしますね。いや、なんかさっきバーってとりあえず向こうから回ろうと思ったんだけど、はい、これしらみつぶしに見るの無理じゃねっていう。結構僕らもだって2時間いました、なんだかんだ。結構いた。でも面白いです、あっちの方結構面白いですよ。ファ
パーッと見ていこう。じゃあ見てくるわ。行ってらっしゃい。ね、買えるかな。確かに Vlog にね、楽しみにしてます。確かに。ではでは、はい、またまた。近未来みたいな。なんかスパイスかけてさ、なんか安い。